いやもう天ぷら、ね、食べると美味しいんですけどね、出るとがっかりしますよね、特にゴルフにおいては。え、まあ、そんなくだらないことはさておき、一番その天ぷらになるまず構造を知っていただきたいと思います。このように煽ってボールがポンと上に上がるのは天ぷらではありません。単なる煽り打ってボールが上に上がってるだけ。この天ぷらというのはこのように実際に、ティーアップされたボールに対して、ティーアップした、まあ、ティーアップしているこういう、まあ、ボールに対してかなり鋭角にこのように入ってきて、このクラブの上っ面に当たってしまってポンと上がってしまう。ですので本来はこのようにレベルから少し上がった瞬間に当たってくるイメージなんですが、これがまだこうクラブが降りてきている段階でこう上っ面に当たってしまうというのがこの天ぷらの基本的な構造です。実際にこの天ぷらのように上からこう打ち込んでくるタイプの方がどうしてもこのような、入り方をしてしまうことが多いんですね。じゃあこれもちょい足し、打ち込んでいく来てボールに天ぷら軌道を与えてしまうんであれば打ち込めなくしてしまえばいいんじゃないか。そういう時は何か、大抵ですね天ぷらをされている方ってそんなにスタンス広くないんですね。でここをあえてこのように肩幅よりも広くガバッと取ってみてください。そうすると実際に上からこのように打ち込むということが非常に難しくなります。もうとにかく天ぷらに悩んでらっしゃる方はもうスタンスを広くするだけ、あとはもう通常通りに振ってください。これだけで弾丸ライナーのような球を打つことができます。